皆さんこんにちは。信長の野望新生、今日も続きをやっていきたいと思います。シナリオ夢幻のごとくを上級真田軍でプレイ中です。現在ですね、1591年7月ですね。で、今ですね、北条軍の領土にですね、攻め込んでいるところですね。で、前回こちらの箕輪城と国宗城で、新田金山城を占領してます。ただですね、これ北条軍の反撃をかなり食らってまして、これ、もしここで敗戦になってしまうと一気に城を取り返されてしまう状況なので、気合を入れてですね、ちょっと続きをやっていきたいと思います。で、今ですね、労力が、6あるので、ちょっと内政の方もですね、ちょっとずつやっときたいんですけども、こちら津川城ですね、前回ちょっと建築できなかった米問屋を必ずや全うします。建築したいと思います。で、一気にお金なくなりましたね。はい、そしたら、これ続きをやるんですけども、今新田金山城が、上洛したばかりで、どうなってんだこれ。この辺りにたくさんの北条軍がいるので、この辺りのやつをやっつけるのと、あとこっちの、そうですね、この、八方城そのままでした。じゃあ八方城の方に雪村軍を迎え合わせましょうか。で、どこに向かわせるかというと、もうこのままでいいか、このまま行きましょうか。八方城ですね、あの城をいただきに行こうか。で、雪村軍じゃない、正幸軍はここで合流しましょう。兵らよ、歩を進めるぞ。で、ちょっと様子を見ていきたいと思います。顔向けできませぬ。引き抜き失敗しました。戦が始まる、備えよ。すげえいっぱい来た。勝つのは、うわ、伊達が、我が武名の下地となれ。伊達が攻めてきましたね。厄介だなこれ。どうやって守りますかね。とりあえずこいつ出しましょうか。命令を下され。この隙にここ城を取りに行く。よし。で、あとは左の方に迎撃っていうのが出てるんで、それでなんとかやってもらいましょうか。うまいことやってくれんだろうが。遅れてはならぬぞ。なるほど、こことここからは出撃しないんだ。で、後ろの城から、援軍が来て、バトルするという、そういうことなんでしょうね。大丈夫かな。ちょっと様子見ましょうかね。はい、じゃあちょっと進めたいと思います。銃を構える。よっしゃ、合戦出ましたね。合戦を したいけども、いつもこの合戦に合わせるのが大変なんですよね。もう合わないんですよねこれ。なんか、あ、ここでいけんのか、これで合戦いけんのか。うわー、勝てるこれ。兵数は勝ってますけど、部隊数がだいぶ違いますね。行くしかないですね。もう
なんとか一部隊ずつやっつけていくしかないですね、これ。なるほど、3方向から来るわけですね。ちょっと様子見ましょうかね。この左側はどうですか？左側はそんなに兵がいないのかな。右側、まあ、こいつをとりあえず取りに行くっていう作戦ですね。じゃあ雪村で行って、矢沢さんはちょっとこれ右の方に行きたいですね。これ回線しないとダメなのか。回線しないとダメ。じゃあ回線しましょうか。我が策にて味方を勝ちへと導く。矢沢さんにこっちの旗を取りに行ってほしいね。要所はわしらのものぞ。4000いるからなんとかなりそうですけどね。で、正幸軍は策の仕掛けどころぞ。とりあえずこの辺りに進軍しといてもらいましょうか。動くぞ、続け。で、問題はこっちやな。ここに330がいるんですけど、これあんまり使えなさそうなんですよね。お指図を頂戴したく。で行って、この500、この2部隊をこの2部隊でちょっとやってたい。いざ進め。よし、とりあえずこれちょっと進めましょうか。これを何とかしても取りたい。600、これが早いんかな。急ぐぞ、要所を取らねば。今が好機ですぞ。一番いい取った小田山さん。馬を出せ、続け。いけ。次なる手はいかに。やった。これでおめでよ。ちょっといざ向かう。うわー、これちょっとあれが悪いな。具が悪いな、これ。おめでよ、敵を攻め立て。いや、正幸がちょっとあまりにも遅い。勝機見えましたぞ。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。急いでくれ。策の仕掛けどころぞ。動くぞ、続け。よかったな。今こそ披露してくれようぞ。若造どもに戦というものを教えてやるわい。ご命令を下され。行くぞ、皆の者。よっしゃ、これで上機嫌だわい。よっしゃ、ちょ策の仕掛けどころ。ここで競技ができれば一番強い。で、矢沢さんは次はどのように。
さらにこの辺まで行こうか。進め皆の者。西村頑張ってくれ、もうちょい、もうちょい頑張ってくれ。よし、着いた。まだか、もう着いてる。うわ、出現してきた、やばい。なんでもうちょっと突っ込んでいかないの。どうした、チャンスだこりゃ。敵も味方もいます、みな我が手のひらの上で踊る。よっしゃあ、でもちょっと待って、これちょっとここ行って、雪村頑張ってくれ、もうちょい。これ挟み撃ちできないかな。ご命令を下され、行くぞ皆の者。お指図を頂戴したく、いざ行く。もうちょいだけどな、これ中に何個何部隊もいるから、ちょっとこれあんまり挟み撃ちができてないのかもしれないな。しょうがない、ちょっと詰めましょうか。よっしゃ、撤退した。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。敵に痛手を与えます。うわー、やべー、失敗してきた。まずい、これはまずい。いや、まずい。皆の者、力を今こそ見せる時ぞ。やばい、ちょっと急いでくれ。我が先方にて押し通る。敵を蹴散らすぞ。戦車壊滅。ちょ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 、あっち行ったりこっち行ったり。ちょっと敵に痛手を与えます。ちょっと俺に操作してくんねえかな。勝機見えましたぞ。うわ、もう今の状況はどんな状況なのこれ。ああ、まだ1300いるんか。あ、軒口に一部隊いるわけね。次はどのようか。敵の退路を封じるぞ。じゃあここ行って、次なる手はいかに。ここで挟み撃ちをして、お指図を頂戴したく、なんとかやっつけてくれ。あなた何してんの、もう。あなたもうこちらにじっとしといて、じっと。もう330しかいないんだから。続け。よし、じゃあこれでちょっと進めてみましょうか。ここで押し切ってほしいんだけどな。あ、遅い、ちょっと無理だこれ。あー、挟み撃ちなう、やばい。早く急げ、急いでくれ、小山田。いや、また出陣してきた。まずい、ちょっとまずい。どこ行った。ここはもう少し、もういけんだろう。策の仕掛けどころぞ。あれ、あ、これ中央か。なるほど、ここちょっと行きましょう。動くぞ、よし、続け。ちょっともう雪村、それあと頑張ってほしい。よし、これでいこう。で、こっち側が問題なら急いでくれ。挟み撃ちになってる。小山田頑張って、もう220をなんとかやっつけて。よっしゃ、撤退。これで雪村が動ける。よっしゃ、制圧。よし、敵を叩くぞ。これで雪村が動けるから、ちょっとあっち行ったりこっち行ったり、忙しいね、おい。我が先方、ちょっと待って、今こそ受けるがいい。雪村をどっちに持っていくか。
こっちに持っていくか、ここに持っていきましょうか。敵を叩くぞ。え、違う。ご命令。ここで待っておりました。で、これここでいいかな。で、今こいつがいるからちょっとこれ後ろから叩きたい。敵を打ち払います。で、ここで挟み撃ちにしようか。進軍じゃ、行くぞ。ただこっからも来るからな、挟み撃ちに逆になっちゃうんだ。まあなんとか、まあなんとか頑張ってください。それしか言えない。よし、これで行きましょうか。で、この体力回復するやつを一応占領したんで、まだメーター全然溜まってないのかな、溜まってないからちょっとまだ使えないですけど、いざとなったらそういうのもあります。じゃあちょっと進めましょう。あ、撃って出てきた。怪我ない。よっしゃ、壊滅。これで挟み撃ちにはなくなった。この六文字、なんだこれ。命の道行きとして敵に触れてやろうぞ。攻撃上昇軍だ。敵兵を蹴散らしたぞ。もったいない。勝機見えましたぞ。くらえ我が先鋒、メイドの土産に持って行け。いいよ。よし、いいよ。で、こいつを。ご命令、待っておりました。もう軒口攻めますか。向かうは敵の軒口ぞ。で、こいつのも反転させよう。敵が軒口を塞ぐぞ。敵の軒口を奪うぞ。で、こっちは正幸が来るので何とかなるでしょう。よし、行こう。すごいっす。どうした、絶対前方に手を押し通る。ん、お、勝った。よし、これは我が目には結果は見えております。この勝利は大きいんじゃないでしょうか。あ、でも兵数はあんまり減らしてないんだな。舞台もそんなにやっつけてないんですよね。だから優勢勝ちですよね。もっとだからやっぱりその辺難しいですね。あ、でもこれ我らが勝ちを大いに掲げよう。ありえるぞ。3の城と22の軍は峠に寝返りやって、結構多いね。こんな全部寝返ったの？嘘でしょ？かぁ、これまたすごいことになってるよ。いやー、これ何が起こったんですかね。これこんだけでも占領したけども、どうする。ちょっとこれどうしましょうかね。いきなりこんなに城が手に入っても 困るっちゃ困るんですよね。ちょっと待ってください。まずちょっと落ち着こう。真田軍の雪村が、兵糧あと44日分あるんですよね。正幸と雪村が、まあ、そのメインなんで、44日分。もうすぐでもなくなるよね、44やったら。いやー、どうしようかな。それよりも、雪村、伊達軍も攻めてきてるんだったんですよ。そしたらですね、左側の方にまず士官というのが出てますので、まずこちらの方をやりましょうか。多分さっきの威風が出て、まあ何か浪人がこちらの方に、まあ、士官してくるという、そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。
三元も出てますね。聞いてください。三人来るってことかな。やり抜いてみせまする。結構やっぱりすごいですね、威風。いやでもこんな城取ってもね、またすぐ取られるんじゃないんですかね、これ。大丈夫かな。まあ、とりあえずこの川越城ですかね、こちらの方に、直江さんを呼びましょうかね。最前線で戦ってもらうしかないですね。で、後の城をね、どうしましょうかね。美濃和城。ちょっとね、人材不足ですよね。ここね、集落が一つ、大きな集落があって、大農村ってあって、2700持てるんですね。ここにもちょっと強い武将置いときましょうか。誰がいいかな。水原さん、結構強いんで。感謝に達すぞ。で、もう次、すぐにでも、城主変えれるようにこの制度改正ちょっと言っときますね。これをすることによって城主が変えれるようになるので、まあいつでも変えれるようにしときましょう。よろしい。まあそしたらこの辺の城主も、まあ例えば雪村とかそういうのがもう南下して来れるんで、ちょっといきなりこんなに城をもらっても対応ができないですね、これね。あ、もらったのはインドはいいんですけども、いやー、そうか、この部隊はもう一旦退却しましょうかね。これはもうちょっと兵糧もないので、でまたすぐ出陣しましょうかね。これで一旦騎乗にして、ここはもう騎乗してんのか。唐沢山城でも、唐沢山城もすぐ攻められそうやしな。ここから食うてくるわけですもんね。いやーどうなんでしょうねこれ。で、こっち側も大変なんですよね、今。だから、こいつを、ちょっと、ここにね、伊達政宗が短期で来てるんで、ちょっとこっちの方が、こっちはね、762なんで、そんなに強くなさそうなので。ええらよ、いざ行かん。伊達政宗の方をちょっと対応しましょうか。あと黒川城も、これ城下町に何か作れる？ああ作れない。費用がないのか。ああお金がない。もう何もできねえじゃんかよ。どうすっかな。もう伊達もなんでこっち攻めてくんだろうね。もうまあでもここでね結構援軍来てるんでなんとかなりそうですけどね。ちょっとこっちはもう任せますかね。あとはこいつらはね、まあ、そんなに脅威じゃないんで、まあ川越城がね、意外と兵いるんですよ。これ今7000いるんで、多分7000いれば、この人たちは勝てるんですけど、
その後からまた来るかもしれないんですよね。この辺が9000とかいるんで、徳川がね動かないんだす、動かないんですよ。徳川がねもうちょっとしっかりしてくれたらいいんですけど、あと3あるんだよな、労力。なんかやることないのか。上田城軍開発ももう終わりましたしね。沼田城は、沼田城もう終わってますもんね。じゃあこれ行ってみましょうかね。はい、じゃあ進めます。あ、東洋が先があるのかね。この辺は多分組頭一人、貴殿を主と仰ぎましょう。2人、これも組頭かな。使えるとするか。あ、組頭で3人目、これも組頭っぽいな。これより中勤に励みます。組頭、はい。ちょっとストップ。こっちどうなった？これ760ですもんね。これはそんな強くないと思うんですよね。だからこれですよね、やっぱね。伊達政宗は強いんで、こっちは援軍やってきてるんで、なんとか黒川城は死守してほしい。で、こっち帰ってきたのかな？まだ帰ってきてない。退却して帰ってきたら、こっからも、まあ、こっちの方に援軍出そうと思えば出せると思うんで、それで行くしかないですね。まだ来ない。直江さんがまだ来ない。早く来てください。戦ぞ！陣を整えよ！どこ行ったこれ。あれ、こっち側来てる。んー、どういうことなの。よし、これでもう近い。伊達政宗を攻め潰してくれよ。捉えましょうか。これで、まあでもいい勝負ですよね。あ、もう帰ってきましたね。兵が、どんどんまた増えていくんで、この調子で、おお、もう上田城5000いる。よしよし。沼田城が5000。おお、いいよ。ただ、ここ兵糧がないな。そうか、これ米問屋とかここないんだな。こちら側は、あ、今直江さんいますね。直江さん来ましたね。考え水路立てときましょうか。労力も足りてる。 OK。 あれ、これなんか出陣しとんな。おい、なんで出陣した今。あ、ここに出陣していったのか。大丈夫かな。まあ、ちょっと直江さんなんでね、大丈夫だと思うんですけど、先導と流言、これやっときましょうか。ちょっとでもお聞きください。あ、お金がかかるんか。でも、まあ、でもしょうがないですね。ちょっとここは何としてでも死守しないといけないんで、お金が足りない。ああ、灌漑水路。ああ、そうか。灌漑水路今作らんと。計略したらよかった。まあ、いいか。とりあえず。よし、これで休めましょう。直江さんが、この、部隊を撃退している間に、上田城の兵士が満タンになれば、それでなんとかなるから、
台無し。もうなんだって負けたよとして、うーわ負けてるやん。まあでもだいぶ削ってますね。よしよし、どうしよう。もうそろそろ坂戸町から出す。2900か、5000までいけんだからな。もうちょっと待ってよな。いやーでもどうなんだろう。7000か、もうちょっと、もうちょっと待ちましょうか。あと、9月まで行きましょうか。戦が始まる、備えよ。よし、よし行こう。じゃあ坂戸城から援軍出します。お命令を。こちらの、ここですね。矢沢さん、頑張ってください。ついてまいれ。で、こっちの方にも援軍出します。まあ援軍というか、まだ攻められてないんですけどね。もう攻められてる、いや攻められてないよね、まだね。でもまあ多分攻めてくると思うんで。次なる手はいかに。まあここに待機するぐらいかな。出陣いたします。ただこのね、雪村軍がちょっとね、もうちょっと兵糧が足りないんですよね。84日分しかないんで、ちょっとそれはきついかなと。なので飯山城から出すか。飯山城はちょっと保留しとこうか。小山田さんを出しますか。川越城やったっけ、ここで。我に続け。よし、いややっぱもう出しとこう。次はどのように。最悪の事態が起こると、もうちょっとでも多い方がいい。皆の者ついてまいれ、ね、よし。これであと沼田城の兵糧がたまに次第出陣したい。ただ美濃和城か。いや厳しいなこれ。城取ったんだけどかなり厳しいよね。どっち、あっちもこっちも攻められてますからねこれ。まあこう頑張っても。よし、じゃあこれで進めましょう。陣を構えよ。戦の始まるぞ。あ、ちょっと待って、紅葉が出てる。紅葉したい。考えがあります。あれしまった、紅葉。我が軍略の前に敵はなし。これね、しばらくすると消えちゃうんですよね。やりました。よっしゃ、これでちょっと時間稼げるかも。敵兵、我が手にてついえたり。よし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 。これで東洋ができるんで、どうしましょう。申し上げますぞ。で破壊が来て流言が来る。破壊の方がいいかな。八王子城だって。八王子城に破壊する。236足りませんって書いてますね。お金が足りないんだ。さあ、矢沢ちゃんは、あー、まだついてない。早く行かないと。もう、ついちゃうわ、早く行かないと。こっちの方はどうですかね。いや、もう、こっちの方はなんか、兵力では勝ってそうですけどね。よし、じゃあ、これ、直江はいつまでそこ行くんかな。もうそろそろ退却してきた方がいいんだね。陣を構えろ。これ退却させて大丈夫なの。なし。あ、誰か死んだ。よろしいですか。死んだんじゃないか。退却したの。誰が退却した。もうやべえなおい。大丈夫。あ、でも最悪黒川城5000いますからね。
そこでなんとかもう歯を食いしばってもらうしかないんですけど、これ名古屋大丈夫か、おい。あんまりどん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 行くとさ、もう。よし、上田城から、これ結構、9700は結構強烈よね、これね。で、沼田城はもう一息、いや、二息ぐらいあるな。兵糧が全然ない。よし、じゃあもう一回ちょっと、進めますか。ちょっと待って。川越城でなんか、あ、今作ってんのか、でも。じゃあもう一回行きましょう。敵を打ち破った。よし、じゃあこれで考えするができたんで。わ、兵糧がないじゃん。赤くなってるけど。もう、どうなってんだ。商人町。やってみせましょう。労力あと4あんだけどな。ちょっと常時誰か任命しますか。委任しといてもいいしね。誰にしますかね。山浦さん行きましょうか。恩に来ます。で、箕輪城のこれ委任しときたいんですよね。したらですね、ちょっと時間もあれなので、今日はですね、このちょっと奇跡的な、なんかあの合戦の勝利がありまして、なぜかですね、この城が、まあ、舞い込んできたというかですね、いや、こんだけ取れるとは思ってなかったんで、ちょっと焦ってるんですけども、まあ、ただ、すぐに、北条からですね、取り返されないように、今、ちょっと死守をするようにですね、あの、援軍を呼んでるところですね。で、あと、こちらの黒川城と、黒川城が、まあ、伊達の方からかなり攻められてまして、ただ、まあ、なんとか勝ちそうな感じですね。あと、こちらの方もそうですね。で、こっちの方は、今、援軍を出してもらってるんで、どこだ？あ、ここですね。まあ、この援軍が到着すれば、多分こちらの方も大丈夫じゃないかなと思うんですけど、まあ、軍結構来てるんですけど、みんな仙台なんで、そんなにむちゃくちゃ強くないんじゃないかなと思ってます。特に、伊達政宗の軍が、だいぶ減りましたので、まあ、それが大きいですね。はい。ということで、はい、ということでですね、今日はこの辺りで、お別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。